負けてしまいましたね。まあでももうこう完全にこうちゃんとね戦って負けたので、まあまあまあ悔しいですけど、もう次切り替えてね、あの戦っていくしかないですね。はい。そして、ギフチャンで観戦していたんですね。いやー、やっぱりね、後半のそのですね、2失点っていうのはね、でも PK と、PK は仕方ない。でも2失点目も、でもそうですね、なんか、攻めに行ってというか、1点取りに行っての、失点なので、仕方ないかなっていう気もしますけれども、次は先制して、うまいこと勝ちたいですね。はい。守備はいいけど、どうやって点取っていくかね。そうだね。確かに。本当に。さあ、今回のギフトともにですが、はい、AC 長野パルセイロ戦をリモート観戦します。はい、さあ、ね、負けられない戦いはずっと続きますが、今日は特にっていう感じですかね。そうですね。4位ですからね。で、秋田対鳥取は、秋田が、ね。いやー、どんどんね、どんどん上に行ってしまってるんでね。許したくないですね、このままでは。これは許せないですね。スタメン見ていきましょうね。はい。じゃん。はい。ほぼほぼ、いつも通りのというか、そうですね、はい、メンバー的には変更がそんなにない感じで、はい、ブライト選手もね、またスタメンということで、大西選手もスタメンで、で前田遼一選手が今回ベンチ入りしてます。初ゴール見たいですよね、そろそろね。前田選手まだ決まってないんでね、プライドオブ北アルプスということで、そうですね、そうですね、それはしっかり4勝してね、そうですね。価値を積み重ねて、次がまた今度富山ですからね。そうそうそう、そうじゃん、連戦なんで、ダービー確実に勝ち点12を取って、はい、頂を目指しましょう。北アルプスの頂を取りたいなと思います。はい、ということでキックオフまで待ちます。さあ、前半キックオフ、絶対に勝つぞ。8点差3、0対0ですね。やっぱりこうちょっとね、熊本戦のイメージというか、本当に堅守でもう守ってっていう展開ですかね。そうみたいですね。だから後半がこうやっぱ1点取った方がちょっとこう、勝ちに近づくというか、そんな感じですね、っていう戦いか、鹿児島戦のようなね、後半ドカンドカンと来るかもしれないし、わからないですからね。まあでもなんかこう不安っていう感じはちょっとまだないかな。ないですね。なんかちゃんと自分の手のひらの上にというか、自分たちがコントロールしているゲームになってるっていう感覚はあるので、前半がそうであって、後半ちょっと崩れるっていう試合って何試合もちょっと見てきているので、そこがちょっとそうならないでいただきたいな、そうならないでほしいなとは思うけど。そうですね。うん。時か鹿児島の時か、上位チームそういう戦いしてどっちも勝ってるっていうイメージの方が我々ついてると思うので、そうだから、どのタイミングかで点はね取れるんじゃないかなっていう期待をね、込めてますんで、後半
どうなるのか見てみましょう。はい、さあ後半キックオフ。堅守、そして得点、そしてこっから俺なんかいつも見ることない黄金の黄金のいつも音だ。おいやいけるいけるうわぁいける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 そっからよいしょヘディングあぁーうわぁマジかやる攻撃だしたね。そうそう全部やった。ただキーパーがファインセーブだ。そうね、PK だったな。松田の野郎を狙ってというところ、しかも途中交代の富樫が対応に行ったというところで長野は PK を獲得ということになりました。止めてもらうしかないな。しょうがない、もうすぐ行くしかない。大丈夫大丈夫、切り替えろ切り替えろ。この PK ものにしました。よし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 、切り替えよう。後半77分、大丈夫大丈夫。前田良一が倒されました。中野が引き抜いて前田良一が倒されました。中野が引き抜いて前田良一が倒されました。うわー、キーパーがすげえ。うわー、できないという中で長い攻撃戦、岐阜がこの2点を追いかけるという終盤になりましたが、追いつくことはできませんでした。はい、ということで0対2で敗れてしまいました。戦い的には悪い戦いではなかったんですけれども、そうね、まあサッカーとして、まあ、負けたというか、そうなんですよ、うん、そういう感じなんですよね今回の試合って。なんか全然負けた気はしてないんですけどね、うん、そうですね、2失点で負けちゃってるっていう、まあやっぱりこう先制した方が勝つなっていうのはその通りで、そうか、ただ PK の失点は仕方ないかったから、まあね、でそれが先制点だったのが仕方ないっていうのはあるけど、やっぱ悔しいなっていうのがあるっていうか、相手キーパーのねファインセーブっていうのも、そうね、まあ、金谷も、まあ、正直何本か打ってたし、決定的なチャンスフリーキックも決まっててもおかしくなかっただろうし、押し込めるシーンもあったんですけれど、やっぱ全部抑えられちゃったなっていう感じですよね。こじ開けることはできなかったかなっていうのは、今回はあの個人個人のパフォーマンス、しかも連携もすごく良かったと思うんですよ。よかった、試合内容すごく見てて、本当にいけるって、結果につなげられるって思える試合内容だったから、なんか今までにない気持ちになりましたねこの敗戦が。なんやねんこの試合みたいな感じじゃないっていうか次に切り替えてっていうあの意見でいいと思う。なんかどうすんのこれからみたいなっていう感じじゃないっていうか、そう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 、それじゃなくていいかなって思う、うん、多分もう次すぐなんでね。そう、次がすぐです。また今度富山なんで、まあアウェイですけれども、うん、まあホーム初黒星だろうが切り替えてもう次行くしかないんで、行きましょう。切り替えて富山、富山、そうですね、そうですね、富山も上位ではあると思うんでね、上位なんでね、で強いチームっていう認識で間違いないと思うので、うん、まあ何にせよ、勝つしかないなっていうのは変わらないんでね、うん、そうですね、まあそれ、うん、まあこういう戦いができてるんで次回、そうです、もう切り替えて、はい、次勝ちましょう。おね、お願いします、お願いしましょうね。ということで負けましたが、ここまでご視聴
ありがとうございました。ありがとうございました。次は勝つぞ。あ、しょ。